ていうかよ、人はドラマを求めてるんだろうな。どうしたいきなり。いや、なんか何を言っていいかわからんくなったから、とりあえずそれっぽい言葉を言ってみたんだけど。ドラマってどういう意味？ドラマチックとか言うさ。だからそういうどういう意味？要はストーリーの濃いものじゃないか。あ、分からんけど直訳したらどうなの。直訳って直訳ってこれ英語だと思うけど、まあもうとっても簡単に言ったら今この時もドラマだよね。そうだね、うん、ストーリーはすごいことじゃない。要は濃い濃いこと。濃いことだね。なるほど。まあな、ドラマ全部濃いしな、うん、あのドロドロしたやつとかね。ドロドロしたやつとかね。あとドロドロしたやつとか。いや、ハッピーなのもあるよ。ドロドロハッピーなやつとかね。まあドロドロハッピー嫌だ。じゃあ、あれなんだよ、結局のところは人生はハッピーなだけではいかないよっていう、うん、ね。でも日本のよ、ね、昼ドラはよ、ドロドロしすぎて。確かにあれはやばい。一番やばいのがよ、うん、最近ちょっと前に流行ってた韓流ドラマ。うん、それ昼にやってたの。おあの、俺職場でテレビついてるから。あの、去年か、うん、いやでも見てたんだけど、うん、声聞こえたりとかね、うん、するわけですよ。タイトルがなんかもう見るからにハッピーそうな色を使ってるんだけど、うん、タイトルも俺最初見た時は結婚して幸せですみたいな感じのだと思ってたけどさ、うんうん、よく見てみたら、うん、結婚して幸せですか、うん、みたいな。みたいな。本当は最初は結婚して幸せですって思ってたから、うんうん、このタイトルがよ、うん、あ、なんか不思議なタイトル使うなと思って、うん、あ、ちょこちょこ見てたんだよ、仕事のしながらね、うん、声聞こえたりとかするから、うん、ストーリー嫌でも少しは入ってくるさ。明らかになんかちょっとドロドロ空間、空気がしてるわけさ、どういうことかって思ってタイトル改めて見たら、うん、結婚して幸せですかなっててから、うん、結局なんか結婚して離婚し不倫して離婚してみたいな。ドロドロしてればとりあえずなんか職場内のあるで、うんうんうん、みたいな。なんなのかな、このさ、やっぱ昼ドラってあの女の人見るの多いじゃん。ただあんなの流すからおかしくなっていくんだよ、だんだん。思う、それ思うわって思ったけど、うん、でも結局そんなテレビがない時代もそんなの余裕であるから。そうだね、人間の本質じゃん、本能、なんていうのかな、まあ、とりあえずあれじゃない、欲に打ち勝てない人間の弱さ。人間には感情があるからそうなるわけで。だって感情なければ本能だけで生きて動物と一緒っしょ、うん、まあ動物にも感情あるって言うけど、まあ、誰が動物に感情あるって分かったばって思わない。ていうか俺が思うに、地球上の生物みんな自己中だよ。確かに自己中だよ。だってさ、意味わからんさ、狼が人間育てたりとか。ああ、明らかに自己満やし。あれマジで本当の話の。でしょ。マジのマジのマジでしょ。有名な兄弟。うん、分かる分かる分かる。あれだって絶対本当だぜ、じゃなかったら一緒にって食われてるでしょ。ですよね、うん、だから自己満ってば、その狼の。ああ、うん、なるほどね。そう、自己満なわけよ結局は。猫が、あの、ネズミ抱っこして寝てるのとかもう自己満杯よ、あいつ。天敵でもいい風に言えば自己満の中の愛着があるんじゃないか。そうそう、とにかく自己中ですよみんな。まあ自己中もいい時もあるけどね、いいぐらいにいけば。ていうか、あの、人間の中では、うん、この分かれるよね、自己中の度合いっていうかさ、考え方だよ、うん、自分さえ良ければそれでいいっていうやつと、うんうんうん、自分さえ良ければいいからそのために、あの、人にいろんなことをする人、うん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 、そうだね、自分さえ良ければいいから人のために何かしようっていう人は、うん、基本この自分さえ良ければいいっていうところに気づいてない人が多い。だから結局最後は自分のためにやってることさ。まあ確かにな、うん、人にやっとけば帰ってくるっていう、うん、まあ、計算でやってる人もいるけどね、うん、やってない人は気づいてない。でも、うん、まあ別にこれはいいことですよ、うん、だっても、うん、何俺語ってんの。だそういう人がまあいい人なんじゃない。そういうくだりだったんだよ、うん、そう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 。なるほど。
俺たちさちょっとずつ脱線していくの得意だよね。もう最初に何話してたのかすら覚えてないからね。なんだっけ、ちょっとずつちょっとずつ自分たちでも分からないように脱線していってるから、うん、これぞ自己満だよ。本当ね、究極じゃないこれ。やりたい放題だな、本当によ。だってね、撮るのも自由だし、そうそうそう、いつやるかも分からない。しかもラジオの相方は泣いちっちゃうし、あのこれから LINE でラジオ撮るかっていう話そうそうそう出てるぐらいだから ね、あの会話にタイムラグができてもあの気にしないでください。そうそう、たまにもしかしたらプツンって切れるかもしれんし、それであもしもしとかって言ってるもしもし呆れた、お互いが何してるか分かってないから、そうそうそう、お前何してるとかっていう可能性もあります。そうそうそう、それ何の音みたいな、うん、あのネズミ捕り掘ってる音みたいな、うん、何それ掘ってるって何、ネズミ捕り掘ってる、うん、ネズミ捕り掘ってる掘ってる、いや待って、おかしいだろ、掘らんだろ、ネズミ捕り掘らんだろ。ネズミ捕りってあのガチャンって鳴る方かネバネバしてるかどっちかだろ、うん、俺はネバネバしてる方でいった。ああ、それ掘る多分あれじゃない、ネズミ捕りに関して掘ってるんじゃない。ああなるほどね、こいつはどうやってどうしてここにあるのかとかね、まあ俺が設置したからだっていうそういうくだりになるんだろうけどね。あの中学校ぐらいの時に、うん、弟がよ、うん、ネズミがよ、うん、よく出る時があったわけよ、うん、あの裏の家が庭のところがめちゃくちゃもう草ぼうぼうしすぎて、はいはいはい、こっちまで入ってくるわけね、うん、乱入してくるみたいな。マジで乱入、うん、で侵入じゃなくて侵入は侵入だね。で乱闘してるみたいな。であのネズミ捕りやるさ、うんうん、したらあいつかわいそうだからって言ってあのネバネバのネズミ捕り、うん、広げて、うん、チーズ持ってきてっつってチーズ持ってきて、うん、そのネバネバしながらチーズやるけどネズミそれどころじゃないんだし、ね、いやチーズどころじゃないです。さすがに目の前によ、めっちゃ好物があってもさすがに今ネバネバして体がどうにもならないのにいやチーズあげても逆に拷問だな。どうすればいいわって話やし、ネズミからしたら俺の大好物が目の前にあるのにいけないしネバネバしてるしみたいな。テージはそっちの方が渋いけど。まあね、良かれと思って弟がやって、まあまあ、結局そのネズミを逃がしたんだよね。ああ本末戦闘。まあ人の正義なんて人それぞれだよ。ネズミでそれ行く。いや何にでも行けると思うよこの話は。本当にネズミって言ったら逃げるって知ってた？そうなの。ネズミって言ったらネズミ頭いいから自分のこと言われるってるって分かるって。あだからネズミに太郎とか言ってやばい太郎が来てるとか言った方がネズミは太郎って人が来てるんだみたいな感じになるから逃げないんだって、はいはい、だからおげなんかこの友達4人ぐらい出台所にいる時にネズミが発生したわけ。あ発生ってあ侵入か。あであのその時米置いてたわけさ、洗ってちょっと置いてみたいな感じやってて、うん、米ら辺のとこにいるわけさ、やばいやばいやばいいるいるいるみたいな。おぎ空気銃めっちゃ持ってたわけその時ちょうど人数分。部屋からダッシュで取りに行ってみんなに持たして、みんなにあの椅子の上に登れって言ったわ、うん、あのね下でに逃げた時に足に来るかもしれないさ、はいはい、そしたら1人は強がって、うん、大丈夫大丈夫とか言ってれば、うん、いやマジで知らんよって言ってから、うん、したらなんか空気中チャウチーしてたわけ、うん、めちゃくちゃ打ってからたまも跳ね返るさ。でその中結局言った通り案の定足の上を取ってからこいつが叫んで死に切れてるわけ。死に切れて空気中茶打ちして、うん、茶打ちあのいっぱい打ってるいっぱい打ってるってそれでだから言ったやっしーって言ってからだから言っただろうね。だからそれでわじって怒って、うん、なんかやみたいな、なんかお前、うん、
って。なんで俺翻訳してんの？感じでね、まあそういうことがあったよって。面白かったんって。あのネズミって言ったら逃げるっていうの全然関係ないよね。あのそのあれが出てくるのかなと思ったら全然関係ねえし。受けたよ、その時女子もいたわけさ。ああはいはい。女子もいて、男子がそのバーって言ってるのかで女子はキャーキャー言ってるさ、うん、カオスだ本当に言ってた。そう、そういう状態をカオスって言うんだ。なるほどね。とりあえずね、いつも録音するとき俺眠いよね。うん、まあだいたい夜だからね。夜、夜中だからね、うん、てかマイクに音がちゃんと入ってるかどうか心配なんですけど、多分結構拾うから入ってる、入ってはいるだろうけど、うん、今ね岡田ベンチにめっちゃ横なってます。寝そべってます。今のは入ってたかわからんやつ。寝そべってます。タバコ一本もらっていいですか。いいっすよ。 Thank you。 はぁ、あ、マジあのラジオコメントよ。本当にね、もっと早く言ってくれたらいいのにね。てか今日の今回のラジオの目的、うん、初めて趣旨が決まってる。そうだね。あいつに対する文句をいっぱい言おうっていう、いいよっていうね。ありえんだろって。本当にありえんな。超ウキウキしてたのにな。なあ、あれで俺続けるべきだろうって思ってやる気出たのにさ、もう続けなくてもいいんじゃない。いやいや、お前以上結構ウケるって言って聞いてくれてる人いる。容疑の友達だわ。マジで。そうなの。なんかこの前友達が家に来て、うん、でそういえばラジオやってるんだっけみたいな、うん、感じで聞いたぜみたいな、ちょっとだけみたいな、今 YouTube で聞けるばみたいなこと言われて、うん、あ聞けるよ聞けるよっつってから聞かしてから、うん、やばい面白いっつって、うん、それは嬉しいさ。まあね、でもそれは一応お前とか俺を知ってるからこその面白いやし。うん、まあそいつはそうお前は知らんけど、だろうけど、まあ、だけどこのシュールさがウケるっていう人もいるしね。まあそうだね。あのてかさ、うん、毎回毎回さ、うん、前回の編集終わってないのに、ね、そうだね。まあ別にいいんじゃないかな。もう10回ぐらい撮っちゃう。それありだと思うぜ。設定つけてからてかこれを小分けして10回分に。それは素晴らしいな。ただの面倒くさいじゃないか。あー鼻水がやばくなってまいりました。じゃあまたアフンアフン言うんでしょうね。アフンアフン、なんかもうあれだね、このラジオでなんていうの。でかいくしゃみが。失礼しました。